FP3 級の過去問で学ぶマネーリテラシー。マネーリテラシーを高めるため、金融の基礎知識を学びましょう。FP3 級の過去問にある丸抜問題のうち、答えが丸となる問題のみを紹介します。聞き流すだけで簡単な金融知識が頭に入ってきます。お金に強くなりましょう。 個人のライフプランニングにおけるキャッシュフロー表は、現在の収支状況や今後のライフプランをもとに、将来の収支状況や貯蓄残高などの推移を表形式にまとめたものである。定年退職者や事故の医師により離職したものの雇用保険の基本手当の受給資格は原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12、 月以上ああるることである生命保険契約において保険料の払い込みがなく保険料の払い込み猶予期間が経過した場合解約返礼金の一定の範囲内で保険会社が保険料を立て替え契約を有効に継続させる制度を自動振り替え貸付制度という生産物賠償責任保険 PL 保険は 製造、販売した製品や商品あるいは仕事の結果に、起因する事故により、他人の体、または財物に損害が生じ、被保険者である企業等が、法律上の損害賠償責任を負担することにより、こうぐる損害を保障する保険である。家族障害保険において、被保険者本人、記名被保険者、 またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子は非保険者となる。ETF は証券取引所に上場されている投資信託であるが、差し値、成り行きなどによる注文方法で売買が可能である。所得税では超過累進税率が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って、 税率が高くなる。給与所得の金額は原則としてその年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した額である。所得税においては不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たす場合、 最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。都市計画法において、市街化区域は、すでに市街地を形成している区域を呼び、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。建物の区分所有等に関する法律によると、 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には区分所有者は原則として占有部分とその占有部分に係る敷地利用権と分離して処分することができない。相続による不動産の取得に対し不動産取得税は課されない。相続の限定承認は 相続人全員が共同して行わなければならない。青年貢献制度には法定貢献制度と任意貢献制度があり、法定貢献制度には貢献、補佐、補助の3つの制度がある。今回はここまで。他の動画でも一緒に勉強しましょう。チャンネル登録。 高評価よろしくお願いします。また見てね。